マジかよ、本物の妖精が現れましたよ。どうも、シュンス TV です。本日はですね、南町田にある万葉の湯に来ておりまーす。楽しみで、 Yes, we Canada 旅行ですね。今日のメンバーはですね、質問コーナーで大活躍のデューク・カブーンと、そして何かあった時のための警察官のポリス・ステンチーでございます。こちらの部屋はですね、宿泊用の部屋になっておりまして、万葉の湯というのは普通に温泉施設だけを使うこともできるんですけども、なんとこちらの宿泊の部屋がですね、部屋露天風呂付きプランということで、実は昨日の段階で到着しているんですけども、まずは到着したばっかりの時の映像をご覧ください。はい、今回のお部屋がこちらですね。814の奇境と書いてありますけども、よいしょと。はい、到着いたしました。こちらがですね、南町田にある万葉の湯でございます。なんか洋室と和室があるみたいだったんですけども、私は洋室の部屋にしました。お、水もついています。いいですね、こんな感じでございます。こちらが、こちらが、こちらが、よいしょと。はい、あ、トイレですね。トイレと、お、洗面台もこちらにこのようにございます。そしてですね、ここは部屋温泉付きプランでございますので、露天風呂がついているんですね。いいですね、いいですね。ここでございます。あ、シャンプーとかも全部こちらにございまして、外出てみましょうかね。はい、ここに温泉をためて実際に入ることができるみたいです。すごくおしゃれな作りでいいですね。夜景もすごく綺麗です。ちなみに今温泉のボタンをですね、ピッとこちら押させていただいたんですけども、これを押すとわずか3分で入れる状態になるそうです。これでね、いつでも露天風呂が楽しめるって本当に最高ですね。こちらは9階の展望デッキでございます。展望デッキまで来ると、夜はこのように綺麗な夜景を見ることもできます。はい、ということでですね、露天風呂がついているんですけども、早速今朝起きたばっかりなんですけども、露天風呂に入っていきたいと思います。ティア、シュンさん、俺も一緒に露天風呂まで行っていいですか？もちろんだよ、デューク、一緒に露天風呂まで行こうね。それではポリスステンチ、デュークのバイクをぜひ見張ってあげててください。もちろんです、お任せください。さて、早速私はですね、デュークと露天風呂まで行きたいと思います。いやー、晴れてて最高ですね。やっぱね、露天風呂って本当に気持ちがいいですからね。よいしょ、うー、最高ですよ。いやー、朝からお風呂はとっても気持ちがいいですね。結構ね、大きめのお風呂でございまして、大人の方2人とかでも全然余裕で入れると思います。まあ今日私は1人ですので、足を伸ばして温泉に入っております。デュークがなんかすごいずっと横を向いているんですけども、デュークどうしたんですか？あ、ティア、シュンさん、あそこに何かいますよ。あれはもしかしたら妖精なのか。 Yes, we Canada。 妖精なんているわけないでしょう。あ、でも見てくれ、何か黄色く輝いている。本当だ、ちょっと待ってください。あれ妖精ですかね。あそこ、あの光ってるとこ見えます？あそこになんか今なんかいたんですけども、確かにちょっと今動きましたよ。あれは一体何なんでしょう。ちょっとあの見てみたいと思います。よろしくお願いします。デューク、もしかしたら本物の妖精かもしれませんよ。確かに私も見ました。あそこのライトが照らされているあたりですね、なんか小さい人間がカサカサカサって動いていたんですよ。確かにデュークの言うように黄色かったです。本物の妖精かもね。はっはっ、ティア、妖精はそもそもいいやつなのか？ Yes, we Canada。 妖精は実際に確認されているわけじゃないからわからないけども、もしかしたらいい妖精も悪い妖精もいるのかもしれません。どこだどこだ、なんか草むらの中に来ましたけども、そうだ、こういう時はやっぱり警察官でございます。警察のポリスステンチに話してくるから、デュークはそこでちょっと待っててくださいね。よいしょ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 、警察官のポリスステンチ、ポリスステンチ、よいしょ、ポリスステンチ、聞いてください、聞いてください。実はですね、妖精が現れた。いや、シュンさん、俺は妖精を捕まえた。デューク、それ本当？
はティア、あ、本当だ。俺はこの丸い桶を使って捕まえることに成功したぜ。 Yes, we can だ。マジかよ。ちょっとデューク、素晴らしいよ、素晴らしすぎるよ。ナイスですよ。シュンスティビー、シュンスティビー、一体どうしたんでしょうか。何があったんでしょうか。ミスステンチ、聞いてください。先ほど露天風呂に入っていたらですね、妖精が現れたんですよ。なんか黄色くて小さい人間みたいなやつが現れたんですけども、そしてデュークがこの丸い桶を使って捕まえてくれたみたいです。なんだって妖精が実際にいるのか。それにこの中に妖精がいるということは、もしも悪い妖精だったら我々みんなやばいですね。そうなんですよ。もし悪い妖精だったらどうしよう。ご安心ください、私が先に確認してみましょう。いやー、デュークすごいよ。デュークは本当に勇敢になりましたね。もともとはビビリだったんですけども、一人で妖精を捕まえることができるなんて。はっはっ、ティア、あ、俺も怖かったぜ。でも桶を勢いよくかぶしたらなんとか捕まえることができた。 Yes, we can だ。よかったよかった。今現在ポリスステンチーが調べてくれていますから。シュンスティビー、こちらに来てください。ちょっとカメラで写したいと思います。ポリスステンチー、調べてくれましたか。この妖精はどうですか。シュンスティビー、敵か味方かは分かりませんが、我々に何か伝えたいことがあるみたいです。でもこれはスマイリーロックさんがいないとなんて言っているか分かりません。マジかよ、伝えたいことがあるってなんで分かったんですか。何か喋っています。そして笑顔が素敵なので、もしかしたらいい妖精かもしれませんよ。マジか。じゃあちょっと開けてみましょうか。緊張するな。一体どんな妖精が入っているんでしょうか。よいしょ。お、開けましたよ。逃げないから。お、もう見えてますよ。デュークが捕獲した妖精が、あれ?これが妖精の正体だったんですね。ちょっと君、名前はなんて言うんですか。どこから来たんですか。ババヌナ。本当だ、ポリスステンチーの言ってる通り、なんて言ってるんだか全然わかりませんよ。そうなんです。なのでスマイリーロックさんしかこの人の言葉はわからないと思います。はティア、笑顔が素敵で可愛いじゃないか。 Yes, we can だよ。だよ、ブラベブラベババ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 バ皆さん本当に焦りましたよ。この子の正体が一体何なのか分かりませんけども、でもなんか見た目がバナナの妖精みたいですね。なんかバナナみたいで可愛いんですけども、ゴーグルとかをしていて、そして何か一生懸命喋ってるんですけども、全然なんて言っているんだか分かりません。一旦この子は我々で引き取りましょう。いろいろ話しかけてれば分かることもあるかもしれませんし、通じ合うかもしれません。そうですね、この子はすごくいい子そうに見えます。そして一生懸命何かを伝えるためにシュンス TV の元に来てくれたんだと思います。この子の名前も分かりませんけども、とりあえず私たちで一緒にいろいろと話しかけてみたいと思います。何か通じ合うものがあるかもしれませんからね。そしてこの後も引き続き万葉の湯で露天風呂を楽しみたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ティア、教えてくれ。君の名前は何て言うんだ。そしてどこから来たんだ。 Yes, we can だ。ブラディブラディバドボーそうか、教えてくれてありがとう。スマイリーロックさんに聞かないと何て言ってるかわからないぜ。 Yes, we can だ。デュークに質問、ロッツはいい心にならなそうですね。ティア、ああそうだな、ロッツをいい心に早く変えたいと思うんだが、なかなか手ごわいぜ。いい心になってくれない。どうしたらいいと思う。黄色いやつ、バードそうか、一生懸命アドバイスをしてくれたんだな。教えてくれてありがとう。それにこの子はロッツォの手下なのか。俺たちは今現在何も分かっていないが、これもきっとスマイリーロックさんに聞けば分かるだろう。この子がどうしてシュンズ TV の元に現れたのか、そして何を伝えたいのかがな。 Yes, we can だ。デュークに質問です。はじめ社長知ってますか。ティア、ああ俺ははじめ社長知らないが、なんか聞いたことがあるな。レックスとかトリクシーがパソコンをいじっててそんな言葉を言ったことがある。はじめ社長というのは何かの社長なのか、人間の世界ですごく偉い存在だって聞いたことがあるぜ。もしかしてこの黄色いやつも何かの社長なのか。バナナ、もしかしてお前はバナナの社長なのか。そうか、バナナの世界の社長だこいつは。 Yes, we can だ。
リュウクに質問、ロッツを宇宙に連れて行って地球を見せるのはどうですか？はっはっ、ティア。ああ、それはいい考えだな。地球を見ることで心が穏やかに、そして丸くなるかもしれないな。それがきっかけで、ロッツがいい心になってくれたら、俺たちシュンズ TV はみんな嬉しいんだがな。俺は早くみんなで仲良くしたいぜ。Yes, we can だ。これを見てる奴らにどうかお願いだ。チャンネル登録と高評価をしてほしい。そうすることで、俺はもっともっと自分に自信をつけることができる。そして、みんなで叫ぼう。Yes, we can だ。カブーン。ジャーズを取った。Yeah.